黙祷。熱海市伊豆山地区には午前10時半ごろ被災者らが集まり、犠牲者を悼み黙祷を捧げました。まだしっかり頭に当時のことを思い出せば焼き付いてますけども、今はこれからのことで、まあ、これからどうしていくかということを考えてますけど、もう今7ヶ月経ちましたけど、まあ、その日のことを思い出しますと忘れられないですね。去年7月に熱海市で発生した大規模な土石流、26人が犠牲となり、いまだ太田和子さんの行方が分かっていません。警察は今日およそ80人体制で伊豆山港の外側の海中や太田さんの自宅周辺などを捜索しました。ご家族の皆様の思い、地域の方々の思い、それをしっかりと改めて一人一人が胸に刻み、そして必ずや見つけ出すというそうした信念を持って、一日も早くご家族のもとへ迂回するという思いを共有し、大抵の覚悟で実施してまいりたいと思います。